はい、みです。こんにちは。どうも。今日はディズニーランドの方に来てますよ。はい、今日はですね、こちらね、カラルマウスビートのグッズの発売日ってことで、こちらディズニーカンパニーに来ました。いや、新グッズやっぱテンション上がりますよね。新ショー開催記念、開始記念だからね、めっちゃテンション上がります。じゃあ早速紹介していきましょう。はい、まずヌイバですね。ヌイバ2000円です。なんかね、布質がちょっと若干違うんだよね。なんか網網になっててね、なんかわかる、バスケットなんかのゼッケンみたいな、わかる、ああいうちょっとね、網の、はい、なんか汗とかね、なんか水とかをね、なんかすぐ速乾性のあるこういう布みたいなのがなんか使われてるっぽいですね。はい、ミッキーだけなんですよね。2000円です。このミッキーシュッとしてかっこいいですよね。はい、ヌイバ2000円ね。はい、クリアホルダーですね。こちら300円、 A4 サイズです。このミッキーってさ、あのマイケル・ジャクソンだよね。よく考えたら、あのわかる、あのゼログラビティ決めるマイケル、あのマイケルですよね。ショーでもなんかゼログラビティやってくんねえかな。そりゃないか。なのでおそらくマイケルをイメージしてるような気がします、なんとなくね。はい、こちらクリアホルダー300円ですね。 A4 1枚です。はい、裏面はシンプルにロゴですね。こちらロングフェイスタオルですね。34×110cm。 はい、ミッキーかっこいいね。柄はこんな感じで、なんかねレインボー、なんか金ブレ、センブレいわゆるペンライト、はい、金ブレイメージな気がしなくもありませんけどもね。はい、こちらお値段1600円ですね。はい、こちらトートバッグですね。トートバッグ3600円ですね。はい、黒いのでなんか何でも使えそうですね。はい、中は総柄ですね。中ド派手ですね。表がシンプルな分、中ド派手になって、このギャップがたまらん仕様になってますね。ポケットは2個ですね。トートね、サイドにポケットついてるので、ペットボトルぐらい入りそうですね。ポケットは左右2箇所についてます。はい、トート3600円ですね。まあ、こう印刷これ綺麗だよね。表面とかにはポケットはないですね。裏面も真っ黒で超シンプルですね。ポケットは左右2箇所のみで、それ以外はありません。はい、巾着ですね。巾着850円ですね。はい、仕様はいつも通りですね。これ表面ね。はい、巾着裏面シンプルにロゴだけですね。巾着850円です。はい、ポストカードですね。ポストカード200円です。はい、缶バッジですね。缶バッジ350円ですね。